10月27日、お笑いコンビ、霜降り明星、粗品の友人、生涯収支マイナス4億円くん、マイヨクくんが、自身の YouTube チャンネル、粗品オフィシャルチャンネル、を更新。10月27日、日曜日、東京競馬場で行われた天皇賞、秋、G1、芝2000メートル、の予想結果を報告した。動画、本日の天皇賞、秋、 について 4& ウィン5で64万かけの結果。昨日の動画ではリバティアイランドを本命に3連単の買い目を公開。まさかの13着と大惨敗にネット界隈もざわついた。直線入り口では絶好の位置かと思われたが、今一つ伸びきれずにじりじりと交代していった。いつものボケイに始まり、一番人気場まさかの13着敗退に。 粗品の呪いって久しぶりに X でトレンド入ってたなぁとしみじみコメントしていた SNS では「リバティ飛ばす呪い」「ほんとすごい飛ぶにしても飛びすぎやろ粗品の呪い炸裂」「やっぱり呪いが強かった粗品の呪いってなんだよ」などと一番人気ばまさかの惨敗にさまざまなコメントが寄せられていた